はい、それでは、これから記者会見をいたします。えー、私たちとしてもですね、いろいろ反省してますので、ぜひ皆さん、何でも聞いてください。ただ、時間の都合もございますので、1社1問だけとさせていただきます。それから、これ、皆さんに申し上げたいんですけども、何でしろ、これ、あの全国で、えー、テレビで子どもたちも見せて、<laughs> 記者会見を始めたいと思います私たちとしてもですねいろいろ反省すべき点も多くありぜひ皆さん何でも聞いてくださいただ時間の都合もございまして一社一問に限らせていただきたいと思いますまたこれ皆さんあの全国で子どもたちも見ているんですねテレビをですからルールを守って落ち着いて落ち着いて やりたいと思います。えこれはトンポリシングではないです。トンポリシングって何でしたっけね。では始めましょう。えっとどうぞご質問なさってください。えっとちょっと待ってくださいね。えっとあの方えっとえっとえっとですね。えっとあ東京新聞えっとジャネナトえっとえっとあの方じゃなえとえ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 っと ここにえー、と最近ちょっとお顔が覚えられなくてですね、えー、じゃああそちらのことはどうぞはいはいはいそうですね反省しておりますはい、えー、前向きに、えー、新しい、えー、名前で頑張っていきたいと思っていますどうぞどうぞさっき前の方随分手激しく上げてらっしゃいますけどもえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と東京新聞えっ、ー、とえっ、ー、と あじゃあ、その後ろの方の方、はい。ありがとうございます、えー。我々もファンの皆様が一番なんでね、ファンの皆様を最優先して頑張っていきたいと思っています。はい。えっ、ー、と、じゃあ、次の質問の方、相変わらず最前列の方がかなり激しく挙げていらっしゃいますが、最前列の方はあれですよね、えっ、ー、と、質問に参加するために、なんか、ずいぶん前から習ってらっしちゃったんでしょうけど、えー、とずーっと、えー、っと、指名 NG です。 えっと、あ、じゃあ、じゃあ、はい、奥の方、はい。はい、そうです。我々は、あの、これから何よりもね、えー、重要なのは、我々が元気で、力を出して、日本の方、世界の方、まあ、重い日本の方ですけども、あの、勇気を、まあ、みんなに、えー、配れるような、そういう活動をしていきたいと思いますので、はい。えっ、ー、と、そうですね、はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、 最前列の方、相変わらず、激しく手を挙げてますけどね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、東京市、えっ、ー、と、あ、じゃあ、ずっと、ずっと後ろの方、ずっと後ろの方。はい。えー、そうです。はい。えー、我々はもう、今でも、キラキラ一生懸命、頑張ってきましたけど、ますますキラキラ一生懸命、頑張っていきたいと思ってます。はい。あの、そうです。好感度、爆上げです。はい。我々、こうやって真面目にやってる。 好感度爆上げだって書いてくださった、えー、スポーツ新聞の記事もありました、はい、前からわれわれとお付き合いしている記者さんたちですけどもね、はい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、はい、じゃあ、他のご質問の方、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、あの、後ろの方の方、え何、ー、なんですか、そんな急に怒りだして、いや、わかりました、答えますよ、質問、なんですか、それはこういうことです。 そういうことはありません。いやすら畳みかけるようにまた次に質問してこないでください。一社一問って決めてるんですから。子供たちも見ています。えー、これね、あの、全国でテレビで子供たちも見てますので、えー、ルールを守って、はい、そうしましょうよ。あ、拍手ありがとうございます。拍手ありがとうございます。 いつも私たちとお付き合いいただいている、えー、芸能関係の記者の方、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。えー、芸能関係の記者は、あ、ここのには、ない、ない、いない。ありがとうございます。そうですよね。えー、ルールを守って子供たちも見てますから。はい。はい。好感度爆上げですよね。はい。そうです。ルールを守ることが大事です。トーンポリシングって、僕は、それなんですかトーンポリシングっていうのはね、あんまり、芸能、 マスコミの方はそういう言葉使わないですよね。トーンポジシングとかね。えっ、ーえー、と、じゃあもうそろそろ記者会見終わりでよろしいですかえー、よろしいですかこれはあの我々が会社が作ったもんじゃないです。これは PR 会社が勝手に作ったもんですから。前半は、えー、こういう方々は当てない。後半に当てましょうってことになってるんですから。はい。あ、もう後半とか言っても、もう時間、そう質問したいことが聞けない質問したいことを聞くのが 記者会見じゃないんです。我々が言いたいことを言うのが記者会見なんですから。はい。芸能がうまく見の方分かってますか、ね、はい。これからもよろしくお願いしますね。はい。えー、っと、そういうことで、えー、以上、記者会見をせていただきます。あ、ちょっと待ってください。なんか、今記者会見やってる間に何か、えー、別のリストが来たみたいで。うんこれな、なん、なんですかね。これ、紅白 NG リストとか言ってこうやってなんか来たんですけど。でも、このリストなんでみんな、これ、グループで映ってんだろうな。 一一人人プでなんですかね、これ、なんか、紅白グループで出るのが決まって、まあ、だから、紅白 NG リストが来ちゃいましたけど、これも我々の会社じゃないです、これ、勝手に PR 会社が作ったんで、はい、我々が関係してないことですから、この紅白 n ーリストも、はい、まあ、本当に皆さん、今日はおいでいただきまして、ありがとうございました。やっぱりね、繰り返しになりますけども、全国で子どもたちが見てますから、はい、え、ルールを守って、 落、はい、落ち着いて落ち着着いいいいててやりたいと思いますえあこの記者会見はそもそも子どもたちが見られるような内容じゃないあこれはまたどうも失礼いたしました <laughs> おとかよろしいようで <laughs> 以上記者会見でしたえええー、みんなで前向きに頑張って明るい日本を作っていきましょう